はい、どうも、こんにちは。フィギュア大好き、と一巻です。はい、現在日本はお盆休み真っ只中ということで、今回は北川マリン特集でございます。<laughs> なんでやねんって感じなんですが、あの、今回はですね、このイベントで撮影した北川マリンのフィギュアの映像と共にですね、今後発売予定の北川マリン関係のフィギュアをですね、じっくりとチェックしていこうかと思います。 はい、そうです。マリン尽くしでございます。で、まずはですね、スケールフィギュアか第1号ということでしょうか。アニプレックスさんから現在予約受付中の7分の1スケールの北川マリンです。で、このマリンが制服です。夏の制服。まあ、ギャルなんでね、アニメ上ではあの可愛く見えるマリンなんですが、実際にいたら、まあ、オタクにとってはね、ちょっと怖くて近寄りがたい感じでしょうかね。まさに僕たちが五条くんであると。 だが、フィギュアの方はよくできてますよ。ギャル風の着こなしを忠実に再現しておりまして、胸元のボタンは外す。そしてネクタイも緩める。さらにシャツの袖はまくり上げる。そしてシャツの裾は結んじゃうと。さらにスカートの丈も短くしていると。まあ、これがですね、今風の JK ギャルなんでしょうか。 ま、実際僕はね、こんな JK ギャルはね、見たことないですけどね。でもどうなんでしょうあの、ピアスとかチョーカーとかって学校につけていっても問題ないんですかね。で、髪の毛もですね、パツキンなんですが、毛先の方がピンクのグラデーションになっていると、まあ、ここら辺も原作に忠実なようです。で、バッグにはシオンタンのグッズなんかが付いていると、ま、あよくできてますよね。 ただどうなんですかねあの、顔が似てないとか、まあそういう声もあるようですが、どうなんでしょうかで、当然ですが、これはフィギュアなので、美少女フィギュアなので、スカートの中も当然造形されているわけですよね。<laughs> まあそれがフィギュアの醍醐味です。まあ、どんなね、おパンチを履いているんでしょうか気になりますね。肝 <laughs>。で、こちらが現在予約受付中でございまして、販売価格が税込みの1万8000円です。 1万8000円でマリンタンが自分のものになります。ですがご注意ください。こちらはね、完全受注生産となっておりまして、予約をしないと買えません。で、その受注期間も決まっておりまして、予約ができるのが2022年の10月23日までとなっております。 まあまだね、2ヶ月以上も余裕がありますので、お高いなぁと思われている方は、この動画のマリンをじっくりと見て、検討されてみてはいかがでしょうか。っていう予約をすると、これは来年です。届くのは遅いです。2023年の9月にお届けされる予定です。まあ、約1年後ですね。気長に待ちましょう。 で、さらにですね、もう一つ予約できるものがあります。それがこのグッズマさんのネンドロイドです。なんとネンドロイドも予約開始となりました。で、これもですね、さっきのフィギュアと同じ夏の制服です。デフォルメされていますが、ほぼ一緒です。で、これはね、顔パーツが通常顔以外にも、ウィンク顔と、これはね、大好きすぎる顔らしいです。<laughs> この瞳の中のね、ハートマークがいい味出してますよね。 で、それ以外にも、ヌルジョ2のパッケージとか、あと、ヒョウ柄のミラー、鏡です。で、さらに、マリン特製のオムライスとか、あとはね、しずくたんの抱き枕が付属するようです。抱き枕。あの、アルベドの時は、グッスマオンラインでの特典だったんですけれども、今回は、まあ、普通につくみたいですね。 で、これだけ色々とついて販売価格が税込みの6,500円です。あの、一般量販店ならもう少し割引価格で買えますし、あの、グッスマオンラインだと抽選でね、5名の方に中の人の直筆さん入りのアクリル台座がつくようです。運の強い人はね、グッスマオンラインでチャレンジするのもいいかもです。で、これは予約をすると来年の3月です。3月に届く予定です。まあ、これもね、欲しい人は必ず予約をしておきましょう。 必ず手に入るのは9月の21日までです。で、そんな北川マリンのネンドロイドなんですが、ネンドロイドドールなるものも発売されるようです。これはまだね、このポップだけの情報なんですが、これを見る限りだと、制服姿のマリンと、あと雫たんのネンドロイドドールも出るっぽいですね。 ちなみに、ネンドロイドドールとは、こんな感じのもので、着せ替えのできるネンドロイド。あの、一般的なネンドロイドはパーツの差し替えなんですけれども、これは、おき替えができる、そんな感じみたいです。僕も買ったことはないんですけれども、このマリンちゃんで、もしかしたら、デビューするかもしれません。だから、これは、もしかしたら、その後に、衣装だけ販売されるとか、まあ、そういうのもあるのかもしれませんね。わからないですけど。 まあだからよりリアルな奇世界人形に近づくとビスクドールに近づくとそういうことですね。 これは楽しみです。続報を待ちましょう。で、さらにですね、こんなものもあります。これもね、グッスマさんのブランドらしいんですけれども、ハルモニアハミング。これもね、ドールです。さっきのネンドロイドドールよりも本格的なドールって感じっぽいですね。で、これまでにも、初音ミクだったり、かまどネズコ、さらに、リゼロのラムレムなども販売されていたようですし、価格はね、だいたい3万円くらい。 あのお高いんですけれどもまあドールなので髪の毛とかもウィッグになっていたり瞳もねガラス玉のような,なんかねプラスチックアイって言うらしいんですが UV プリントを採用されているようですまあとにかくね可愛い,いとでよくできているとなのでこれも楽しみですねだからウィッグと衣装を変えて雫たんになるとかまあそういうのもあるんでしょうかね、まあ、だからこれもね自分で頑張ってやろうと思えばできると 自分が五条くんになれるとそういうことでございますだからこれはもうあれじゃないあのボークスのドルフィーとかも出そうな感じですよねってか出るんじゃないの <laughs> まあだからフィギュアっていうよりもドールの方で賑わいそうですよねおじさんたちが <laughs> だがやっぱり美少女フィギュアが欲しいぞとそんなおじさんたちまだありますよ前々回のワンフェスで告知のあったすくさんのちずくたんです こちらがフィギュア化決定でございます。そうです。ヌルジョ2のしずくさんのスケールフィギュアです。ただこちらはね、まだポップだけの情報なので、いつ頃予約開始になるのかもわからない状況です。ですが、あの高級フィギュアブランドのぶすクさんですからね。どんなしずくさんになるのか、どんな乳袋になるのか、非常に気になります。続報を待ちましょう。 さらにですね、またグッスマさんに戻るのですが、北川マリンのやはり制服姿ですかねのスケールフィギュア。これはマックスファクトリーさんが担当するらしいです。で、さらに、さらにさらに、これはね、シルエットだけなのですが、なんとなくですが、水着ですかね <laughs> まあ、薄着なのは間違いないですが、おそらくあの、ヒョウ柄の水着じゃないかなと思うんですけれども、で、これの制作はグッスマさんです。だが、水着を作るのはグッスマだけではないぞと。 なんとアニプレックスも北川マリンの水着フィギュアの企画が進行中とのことですこれをね前回のワンフェスでも原型での展示があったんですが残念ながら撮影は禁止だったため私の脳にインプットしてあります <laughs> まああの、アニメのあのワンシーンを彷彿とさせるような、そんな感じですかね。多分。で、これで終わりではないぞと、なん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 と、キューズキューさんからも北川マリンと、なんと、なんと、んとジュジュ様ことイ、イサジュナもフィギュア化が決まりました。いやー、決まりましたね。いやー、すごいですね。これはあの、ライザに匹敵するような、いな、それ以上の増殖の仕方ではないでしょうか。 まあ僕はね、原作は読んでないんですけれども、今後もね、いろんなコスプレとかもするわけでしょだからそうなるとフィギュア化もガシガシと増えていきそうですよね。いやー、これはね、お財布が大変なことになりそうです。で、僕の方で今のところ入手できている着せこい情報は以上となります。あとはね、ググってもなんか海外製のやつなんか良さげなんですけど、色くて。 でもなんかね、半径も取っていないような、そんな感じがするんですよね。わからないけど。だからもしかしたらガレージキットの海賊版みたいなやつかな。まああんまりね、よくわからないものは買わない方がいいと思います。 はい。ということで、今回はマリン尽くしでございました。ありがとうございます。まあ、これだけね、いろいろと話しても、まだフィギュアが届くのは当分先であろうという、この事実。<laughs> あのフィギュアってね、時間がかかるのがネックですよね。まあ、でも楽しみです。首を長くして待ちましょう。ではでは、フィギュア大好き、トイッカンでした。